お元気ですか、ボクシメでございます。今回はバレーボール男子日本代表2024トレーニングカード開封動画でございます。こちらはワンボックス12パック入り、72枚入りでございます。6パックずつ、前編後編に分けてやっていきたいと思います。ちなみにね、運が良ければこういった直筆サインカードが手に入ります。それではね、早速前編の6パック開封していきたいと思います。まずは、前編の6パックでございまして、その前にですね、こちらね、限定カードがございます。こちらがですね、この山内選手でございます。ではね、早速開封していきたいと思います。では前編の1袋目開けたいと思います。こちらがですね、これは富田選手でございます。で、こちらがですね、山本選手でございます。こちらがですね、石川選手でございます。で、こちらが、これは小川選手でございます。メダルを取ると書いております。で、こちらがですね、高橋選手のね、カードでございます。で、こちらがですね、高梨選手のね、金箔スペースカードでございます。2袋目でございます。高橋選手でございます。関田選手でございます。山内選手でございます。で、これは、これは大塚選手でございます。今を大切にと書いております。で、これは、これは三浦選手のこれカードでございます。ごめんなさい、これね、バレーボールはちょっとあんまりよくわからないんで、すいません。で、こちらがですね、宮浦選手ですね、これね、さっきの選手はね、宮浦選手でございます。ごめんなさい、噛んでしまいました。はい、3袋目でございます。高橋選手でございます。関田選手でございます。で、これは、山内選手でございます。で、これが大塚選手でございます。で、こちらがですね、宮浦選手でございます。何度もね、ちょっと噛んじゃってすいません。で、高橋選手の、これは金箔サインカードでございます。ちなみにね、限定ではございませんのでね、ご了承ください。はい、4袋目でございます。甲斐選手のね、カードでございます。
富田選手のねカードでございます。これは、山本選手のねカードでございます。石川選手のカードでございます。で小川選手でございます。で、これは、西田選手のね、金箔カードでございます。5袋目でございます。こちらがね、石川選手のねカードでございます。こちらが、小川選手のカードでございます。で高橋選手のカードでございます。で高橋選手でございます。でこれが関田選手のカードでございます。いつもありがとうと書いております。でこちらね高橋選手でございまして、挑戦続けると書いております。で前編最後の、6袋目でございます。でこっちがね、山本選手でございます。これはですね、エボビダバン選手でございます。ちょっとこれね、こちらね、選手でございます。ちょっとねエブバテダン選手でございます。ちょっとこれね、ちょっとこれね、木下さん選手でございますのでね、ちょっとごめんなさいね。甲斐選手でございます。でこちらが、富田選手でございます。初心忘れるべからずと書いております。で山本選手でございます。で根性と書いております。でこれは、深津選手でございます。はい、ね、メダル取ると書いております。はい、以上でございます。以上でバレーボール男子日本代表2024トレーニングカードの開封動画前編の6パック開封終わりたいと思います。で後日後編の6パック開封していきますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。